全国一律の緊急事態宣言が1ヶ月半ぶりに解除されました。コロナの影響がだいぶ抑えられたということだと思います。しかしながら完全に収束したわけではないですし、また日本以外の地域での拡大はまだ収まっていない、そんな状況になります。一日も早いコロナの収束を願いつつ、今日も頑張っていきたいと思いますが、まずは今まで通りできることをしっかりと継続して感染拡大防止に努めていくこと、これが大切だと思います。小学校、中学校、高校、学校も6月1日から段階的に始まるということで、やっと少しずつではありますけども、正常な生活が取り戻せているような気がいたします。ペレットストーブのこと、薪ストーブのこと、メンテナンス、新設設置のこと、何かございましたらペレットマン群馬までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。